っと今配信また始まったけど、あれ大丈夫かな。そっち声出してみて。あれ、はい、聞こえますか。あ、聞こえない。聞こえますか。聞こえない。こっちの声は聞こえてるけど、あれ？あ、聞こえたそうですよ。いや、多分。ほら、しのぶちゃん聞こえましたっていうことで。ちっちゃい声だと思う。聞こえますか？ちょっと待ってよ、これなんで？こっちの接続が悪いのかな。今俺のこの声しか聞こえないわけ。なぜだ？音声、このマイク、はい、自分のマイクのみしか今、なるほど、こっちにあるんだけど、工藤さん、お帰りなさい。工藤さん玉を待ちだそうです。ちょっと待ってください。あれ、じゃあそのまま流しましょう。ですね、もう一回、ちょっと言います。今強引に、12月22日日曜日、那覇市の歴史を深掘りする4択会というのがね、プンガポンガというね、那覇にあるブラジル料理店で行われます。そこをですね、12月22日日曜日お昼2時から、国際通り一帯の映画館について私平隆二と、トーマー林の2人で、たっぷりとお届けする予定です。こちら参加費1800円プラス税、ワンドリンク付きです。お酒を飲みながら沖縄の映画館について、語り合いましょうという、イベントでございます。よろしくお願いします。予約は受け付けない。予約はね、受け付けないんですよ、はい、申し訳ない。またあれ、ミキサーを認識してないわけ。あ、もう音は聞こえてないよ。いや、音来たって言ってますよ。強引に今カメラのマイクで、あ、そっちのカメラのマイクで今強引に、あ、はいはい、あの、じゃあそのままその声でやりましょう。はい、はい、もうエンディングに向けて進めましょう。ね、もう一つありますよ。はい、はい、あとね、沖縄じゃないです、大阪です。はい、大阪で、ですね、シネマラボ特艦小僧プロデュースじゃない、制作の映画、一生売れない心の準備はできてるか、アンコール上映です。お、はい、2024年11月23日から11月29日金曜日、大阪、重曹にある、ミニシアターシアターセブンでアンコール上映が決定しました。はい、それですね、それを記念して11月23日と24日の2日間ですね、初日と2日目の、上映終了後は、この映画の主演であるヤチムン那須茂樹とヤチムンメンバーの、イクシェルが、登壇、する舞台挨拶が決定しております。でまた11月23日初日の終映後ですね、ミニライブがあります。はい、八千代那須茂樹ミニライブ、これはちょっと別料金になってますので、詳しくはミニ、一生売れないの、オフィシャルサイト、もしくは、シアターセブンの、サイトから、ご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと今音声切り替え一回やってみます。はい、どうぞ。ちょっと来てるそうですよ。あ、来た。はい、 OK です。はい、皆さん待てよ。ああ、はい、皆さん音は聞こえていますか？遅れていませんか？大丈夫でしょうか？なんか接触不良が起こってた。やっぱり今日はなんかいろいろあるんですね。やっぱあの月がね、あの満月が丸くなったり、丸くなったり、四角くなったりしかならないよ。まあいろいろなんかこうね、超常現象的なことも起きるんでしょう。じゃあ音が今ちっちゃい。はい、もうね、11月もね、半ばになるのに台風も来ます。うん、もうね、すべては異常気象のせいだということで、はい、皆さん我慢しましょう。はい、はい、聞こえるそうです。
大丈夫ですか、林さん。皆さん聞こえてるそうですよ。はい、聞こえます。としのぶちゃんも、ちゃんとご返答いただいております。ありがとうございます。はい、じゃああともね、告知もしたところで、はい、このエンディング最後ということで、恒例の菊村さんのね、一言をいただいて、この番組は終わりにしたいなと思っております。はい、はい、もう長くてもいいです、短くてもいいですんでね、思いの丈をぜひこのマイク、復旧したマイクにぶつけていただければと思います。はい、はい、フットルースは見ようかなと思いました。以上です。ちょっと妙にこなれてきた感がムッとしたんだけどこなれてきやがったとはい、というくろ工藤さんわーってね、はい、ということでございました。はい、すいません、ちょっと最後のトラブルいろいろあって申し訳なかったです。はい、はい、じゃあまた、来月、今年最後の配信があると思いますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。それではさよなら、またマジュン沼やシネマラボ特刊こそ金曜キネマ鑑定団、毎月第3金曜日の夜、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特刊こそメンバーが酒を飲みつつ映画に